オリジナル曲のカレッジレマレでした。
ネガティブ。12月誕生日いる？あ、OK。それまでに贈り物の音源作っておきますね。じゃあ音源を作るだけ。それまでに音源を作るだけだ。それはリリースは24や。タンプレタンプレ。あと誰かいる？5月とかいる？なんか覚えやすいように僕がリリースするよ。9月はお母さん誕生日だからダメだ。8月は青お兄ちゃん誕生日だからな。9月美しいこの世界、僕一人では悲しい孤独な街だ。この線やら街並みのどこを探しても君はもういないんだね。お互いの道を「じゃああれは誰と笑顔で」「君との最後のお別れ」「君の幸せを一緒に育みたかった」「白い吐息と共に君への愛してる」ここにいるのは君じゃないのは辛いんだ。君の横にいるのは僕じゃないんだね。最後に
したオリジナル曲の贈り物でした。あ、多分今年一番良かったわ。ありがとうございました。オリジナル曲の永遠でした。
常に言わないと僕3日は寝忘れちゃう。明日でもあと30分後ぐらいに寝忘れてる。こういうとこか。音源がいい。はい。音源にします。最近音源歌ってない。最近全部歌ってない。でも前も歌ってない。青恋だけが歌ってないんかな。今週歌いました？今週歌ってないですよね、青恋の音源。大変。そう封印して。封印したろ、封印。そろそろ封印しないと。残り9個。よし。この前また坊主が電車の中で暴れ出した。そうそう、また暴れ出した。じゃあ、青恋、久しぶりに。あ、あれ？会いたいと願ってもまだまだ
されてるのでぜひよかったら聞いてください。久しぶりに歌ったわ。僕今歌うか。ちょ、誰か充電器欲しいです。誰か充電器ください。充電器持ってる人いますか。あと5%しかない。あ、1000あるっすか。1000。あ、1000ある。あ、そう。僕たちは今は3月22日リリースです。ちょっと待ってね、4月で行きたい。かっこいいね。進んでいく。
者だけど、いつか希望を与える勇者になる。ありがとうございました。オリジナル曲の僕たちは今でした。疲れた、めっちゃ割れたな。引き方に戻ります。シールドシールド。
僕でよかったら話を聞くよ。いける感じで無理をしないで一人で中身を抱え込まないで一人じゃないんだよ。一人にさせないよ。自分を自分で苦しめないで他人と何か比べなくてありのままの自分でいいんだ。それがあなたの価値だよ。生きる君をくれたあなたのその言葉が今でも胸の奥の奥に残ってる。悲しいことさえも僕でよかったら話を聞くよ。我慢をしないでね弱音を吐いてね。土砂降りの今日に泣いても激変だよ。いつか笑ける日も虹がかかるから自分を時代だよ。生きる理由をくれたあなたのその優しさがこの先も目の奥の奥に残るだろう。悲しいことさえも耐えてこれたのはあなたという存在がいてくれたから。自分を自分で追い込まないで、たまには立ち止まっていいんだよ。頑張っているあなたはいつかきっと幸せになれるよ。あなたの存在がこの先も目の奥に残るだろう。ありがとうの言葉じゃ足りないくらいにあなたという大切な存在に出会えて本当に良かった。ありがとうございました。オルジュン企画の生きる言葉でした。
席やがる。ハルカさん、ハルカさん、
ありがとうございました。オリジナル曲のはるかでした。まあちょんびりちょんびりやっていこう。名前かけもいいけど、名前にするか。
え？まあ珍しい。著作権ね。そろそろ山本は座るね。メンチカツ。